胸郭つないで、胸膜つないでる靭帯なんですけど、まず左右差チェックします。左比べたいんだったら、まず評価したいんだったら左を緩めておいて、こんな感じの手の感じでここに胸郭をはめ込ます感じで斜め下方向に圧迫加えます。これで全体の連動性というかバネみたいな感じを比べて、次右を比べたいときは右に傾かせておいて斜め下方向に、この動きが鈍い方が硬い方だと思ってください。左をやるときは、まずソックスさせて緩めときます。でこっち圧迫加えたままこっちにソックス持ってきます。テンションが感じたら、まあ、こんな感じ、純粋にソックスはこんな感じなんだなと思ってください。これに同じ方向の右ソックスの右返しに加えて、どんだけテンションがかかるか、次右ソックスかけたまま左でどんだけかかるか、彼の場合右ソックス右回線の方が硬いので、右ソックス右回線に加え、テンションかけたままインダクション、さらに右ソックス右回線の方に向かって行って、こっちもさらにちょっとだけテンションかけてちょっと緩めてインダクションが起こるのを待ちます。今緩み出してこっちに動きたい、ソックスの方に動きたい、今緩んでるの分かります？なんとなく、胸郭、左の胸郭全体が、これ姿勢の位置も大事なんで、あんまりこっちの左肩がしんどくなったら、こう脇締めるというか、これも反応が終わったら、このトリートメント終了ということです。まだ続いてるんですけど。評価し、さっき動くのがありますね、胸郭の動きとかが変わります。これだけ